This is Laugh and Music FM Osaka 85.1 FM Osaka みんなで作るラジオファンタスティックレディオ FM Osaka みんなで作るラジオファンタスティックレディオ。こんばんは、ファンタスティックスのバフォーマンス瀬口レイヤーとボーカル中島ソダです。今週のファンラジもこの二人でお届けします。お願いします。お願いします。大きく手を広げております。ラジオでは見えないけどもありがとうございます。はい、そして今日は語呂合わせで、はい、クイズの日なんですって。912クイズ、クイズ、はいはいはい、ということで、うん、最近めちゃくちゃ頭を使ったことってありますかと。ある？まあ使いましたわ。もうバックトゥザメモリーズの時ですかね。使ってるね、あれはね。もう振り付けの方かな。あー、なるほどね。もう20何曲、うん、大変。そらそうよね、普通に考えてね。大変です。しかも初日のほんと5日前とかにアリーナのライブがファイナルでね、うん、あったんですけども、はいはい、あれも20曲また違う曲やってBTTM もまた20曲違う曲、曲やって、なかなかな頭使ってますよこれ。いやーすごいね。すごいこれは。でもほんとこれはすごい。パフォーマー特にすごいですよ。歌詞もありますけども、まあ、振りもね、はい、体使いますから。そうだね、お互いね、まあいろいろやることありましたからね。そうですね、うん、まああと僕も最近めちゃくちゃ頭使ったことは BTTM、はいはい、あなたたちへのツッコミこれはね、回転ね、ワンツーともに、はい、まあ多分今もねやってますけども、スリーもそうなんですよ、うん、はい、あの台本にもカッコソータ突っ込んでいいよソータのところに関してはもうセリフないんだもん、ね、そうなんです。その場でやってますから、うん、でそれはやっぱ頭使うしやっぱ楽しいんですよ、はいはいはい、で今回あのエレキコミックのすすむさんにも来ていただいてて一緒にやってるんですけど、すすむさんもね回転が早いので、早いね、同じタイミングで突っ込んじゃうんですよ。あ、だからそこのこうどっち行きますの感じもね面白くて、僕的にはちょっとワクワクしてますけども、突っ込みバトルオブツッコミがやってる、ね、上ではやってるよ、上でやってる、上でやってる、下でわちゃわちゃしてる時でやってる時にそこでも戦があるんだね。そこでも戦ありますよ。見どころたくさんです、ね、いや毎公演違いますからね、はい、ぜひ来てください。そんな今日のファンラジは「フツメル&ファンタ番付」を開催したいと思います。いい、ね、後半いいよ、ね、はい、どんなことになるのかお楽しみ、はい、ということで僕たちファンタスティックスとファンタジスタのみんなで作るラジオ「ファンタスティックレディオ」、今週もスタートです。 FM 大阪みんなで作るラジオファンタスティックレディオ。さあそれでは前半はファンタジスタの皆さんから届いたふつメロをご紹介していきます。ちょい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 。じゃあファンタジスタネーム大阪府池田市のなおぽにょさん。はい、ファンタスティックスの皆さんこんばんは。こんばんは。最近ビビッときたのでマンション買っちゃいました。でかビビビビッときたのでマンション買っちゃいました。そのため14年勤めてた仕事を辞めて名古屋から大阪へ引っ越してきました。お、すごいな。ういうことマンション買って仕事辞めたすごいね。そこで質問です。ファンタの皆さんは最近何か大きな決断をしましたか。買ってないってありました？最近何か決断したこと。決断したことか、まあ、お買い物でもありますし、うん、いいヘッドホンを買いましたね。あら、うん、ヘッドホン好きね、あなた。本当にそうなんですよ。何個持ってる？本当今は3個持ってて。3個いる？いいのよね。やっぱ今音オタクになりまして、どん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 。やっぱいいじゃないの、ね、だからそこの中低音が強いやつとか。ああ、それどういうあれで変えてんの、うん、もう曲によって変えてますね。あ、曲によってとか、うん、そのヘッドホンだけ聞こえる音とかもあったりするんですよ。おいいよやったと。で YouTube とかもそれを調べたりとかして、うん、で知り合いにも聞いたりして、うん、これいいよって言われたのをおすすめしてもらったりとか。おだからそうですね、今ヘッドホンをもうガッて買っちゃいましたね。へえ、すごい。やっぱ好きだね。好きなんですよね。レイヤーさんは。僕はね、まあその買い物系になっちゃうんですけども、またまたベッドを買い替えました。あれ、はい、この前行った時あれ変えてるね。あれ、嘘、気づかなかった。変えてました、はい、うわ、なんと夢見る、まあまあ僕の夢見る1個したんですけど、うん、クイーンサイズのベッド買っちゃいました。大きくね、ゆっくりしたんだ。はいはい、はい、ちょっともうね、やっぱ体もでかくなってきたんで、もう大の字で最近寝てますけども。 なるほどね、はい、うわ、それいいっすね。やっぱいいね。どうですか、やっぱ寝心地的には。やっぱね、ちょっとやっぱこう余力があるっていうのが、うん、素敵です。手伸ばしてももうある落ちないし、うん、そういうこと。やっぱ目指すはキングですけれども、ほらまだまだ僕のベッドやっぱねロードは、いきなりベッドロードそうね、いきなり上行っちゃうとね、はい、そうね、
いけるんだけど、希望がまだいいかな。うんうんうん。ちょっとあと、もうちょいスペースがあれば。なるほどなるほどなるほど。っていうのもありました。いいですね、ベッドね。うん。っていうのがありました。はい、決断でした。はい。ファンタジスタネーム、福岡県のなつきさん。はい。皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。私は3歳の頃からダンスをやっていて、もうすぐダンス歴14年になるのですが、うん、何年経っても、じゃあここ好きに動いてが苦手です。え？じゃあここ好きに動いてが苦手です。14年やってきて、はい、自分が一番かっこよく見える角度や雰囲気作ってなどはもう本当に泣きたくなるほど苦手分野です。あ、ファンタの皆さんは即興でも超かっこいいので本当に尊敬してます。何かコツがあれば教えてください。おあるな。でもそれこそ僕は、うん、EXPG 入って本当に2週間も経ってない時に、うん、そのレッスンで、うん、こっからここはもう自由に動いて、あれもう無理よ。ダンス歴20年で好きに動いてもうワカメするしかない。ちょっと揺れるぐらい。ワカメはやばいって。いやだからね、すごいと思う確かに。ああ。うん。え、14年やってんでしょダンス。らしいです。だから多分振り付けとかやるのは得意だし、アイソルとかも上手いとは思うけど、自分のそのかっこいい雰囲気とかを作ってって言われると苦手なんですって。だからここにコツはあります？夏希ちゃんに言うと。コツね。まだ16歳ですからまだまだ。あ、そっか、16歳か。ありますよ。はいはい。すごいね、2歳から始めてるってことか。じゃあ、そう、3歳から。あら、すごい。いやー、もうコツというか、うん、まあけどダンスってやっぱ音に乗って踊るものだから、そもそもね、うんうん、音に身を任せれば僕はもう動けると思う。しかも正解とか本当にないの。ないんでね、この分野はね。けどやっぱね、分かれるよねダンスって本当に。ほうほうほう。それこそもうダンスの話になるけど、ソロが好きなタイプなのか、うん、まあまあもう言ったらバトラー気質か、そうですね、コレオ気質なのかっていうのがやっぱりもうストリートダンス協会でもやっぱあるし、ね、やっぱそこの2ジャンルにも大きくやっぱ分かれるね。そうですね、コレオがやっぱ好きな人はやっぱそこはね、うん、違ったりもするし、はい、あと EXPG とかで言うと、ここ好きに動いての時に苦手意識があると多分それ出ちゃうんですよ、うん、だからもうで好きな人は多分一気にガンって開く感じがすると思うんで、その差はオーディションとかでは出さない方がいいのかなって、好きっていうのを前面に出した方が輝くんじゃないかなと思うんで。そうだね、大丈夫、見せても大丈夫っていうこの勢いっていうのは夏希ちゃんに大事なとこかなと。もうね、それは思いますけど、もう絶対上手いんですから14年もやってて、うん、そうだね。でまだ16歳ですから自信を持って、自信持ってやればできる。あら、ティモティさんありがとうございます。肩強いね、ティモンティさん。オレンジ色の逆にね、その相方の方が野球うまかったりしてて、すごい。そこ広げんじゃん。嘘。すげえ広げる。芸人さんの方広げなくていい。なるほど。ということでたくさんのメッセージありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは聞いてください、ファンタスティックスで Each Other's Way、 旅の途中。 FM 大阪からファンタスティックスの瀬口レイヤーと中島壮太がお送りしています、みんなで作るラジオ、ファンタスティックレディオ。後半はこちらのお時間です。ファンタのトップ3は何だろうな、ファンタ番付。よっしゃー。レア君は初めてかもしれないですけども。初めてです。何でしょうこれは。こちらはですね、ファンタジスタの皆さんから届いたお題に対して僕たちがトップ3番付をですね作って答えていくというものなんですけども、この企画はめちゃくちゃ反響がありまして、はいはいはい、前は過去にはですね、座り心地の良さそうなひらがなランキングもうおもろい。あー、これやばいね。これ僕と堀さんやったんですけど、はいはいはい、めちゃくちゃ盛り上がりまして、ほうほうほう、とか強そうな擬音トップ3。はい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 、はい、ちなみにその座り心地の良さそうなひらがなランキング、レイ君何だと思います？僕が思うにですか、うん、そうですね、ペとか。ペ滑り台じゃね、ペペって滑り台と見せかけて丸があるのよ。いや、そう、ついてないってそこに。えだってペでしょ、ペは浮いてるでしょ丸。だからこう、あ、こう座れんの、どでかい人を考えてんだ。こうペの丸の部分にこう手を引っ掛けて、あ、こうやってね、僕イメージその本当棒人間ぐらいの小さいので、もうこうスルーっていっちゃうのかと思う。ちゃんとこのめちゃめちゃもうそれを使って、だから丸の上に顔が来る感じだよね。なるほどね。その長い部分が背もたれ。ちゃんと考え、こんな一瞬でよくすごいここまで考えてたんだ。という感じで、あが、はい、このトップ3を紹介していくというやつなんですけども、はいはいはい、メールチョイスしてそこに書かれてるお題についてトップ3発表していく。なので順番は3位2位1位の順番でやっていきたいなと思うんですけども、うん、はい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 。じゃあちょっとイメージは僕から、はい、簡単なやつをいきます。簡単なやつ、ファンタジスタネームナナさん、こんにちは、はい、こんにちは。読んでください、ありがとうございます。
ファンタの皆さんに質問です、はい、運転が上手そうな人トップ3教えてください。私はレイヤ君とタイキ君がうまそうだなと思います。はいはいはい、2人とも後ろ向きの駐車一発で決めてくれそうです、うん、僕のじゃあ3位2位1位います。3位、はい、堀さん。おー、うん、これはね、うん、安定してそう。安定ね、うん、こう安全運転、そして集中してくれそう。集中してね変なところによそに行かずに集中して届けてくれそうなので、はいはいはい、なんかスーンと運転してるそう、姿勢もいいし、いいし、そう、その感じがあるんで堀さん、はいはいはい、それでは2位、僕中島颯太。おー、はい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 、はいはい、僕多分上手いですよ。多分上手いですか。うん、ほうほう、というとあのね、まあ、免許取ったじゃないですか、うんうん、で免許の時も上手かったし、うん、すごい褒められたし、普通によくできてると思いますやっぱこうね、うん、こう大丈夫、落ち着きないとかない。めちゃくちゃ落ち着いてるんですよ。落ち着いてるんだ。落ち着いてるし、あ、昔なんかラジコンみたいなちゃんと自分が運転してやるやつの駐車をずっとやってたんですよ。ああ、だから駐車の仕組みがもう頭にもう入ってて、はい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 、こっち回せばこういくなとかが分からない人よりはもうね断然うまいので、車なんていう車両感覚が、ね、そうそうそう、とか、はいはい、後ろにこう左に曲がるときにはこっちに回した方がいいとか、はい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 、得意なので、うん、僕かなと。2位はね、はいはいはい、そして栄えある第1位はこちら、はい、レイヤ君。おお、俺ですか。おお、はいはい。まあこれは普通にうまいんだろうな。うまいんだろう。で、その余裕もあるんで会話もできるタイプだろうなっていうことで1位。まあ、そうだね。はい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 、うんうん。もう車のカーゲームがそもそも好きだからね。なるほどね。ゲームセンターとかのイニシャル D とかもあの、はいはいはい、めっちゃ好きだから。速いやつも。あれのやっぱね。うまいよ。なるほど。インコース狙うのとかもそうだし。じゃあ結構いい感じのランキングでは。うん。僕もうまいと思います。ほうほうほう、はい、じゃあこんな感じで、こんな感じってことですね。まあそうね、もっと変なやつもありますけども。ありますけども。じゃあレイヤ君お願いします。はい、じゃあ僕行きたいと思います。ファンタジスタネーム兵庫県ポツポツさん。はい、これはひらがな系ですねお話がすごいな。この前友達と付き合いたいひらがなの話になりました。うん、私はなと付き合いたいです。な、何がなん皆さんが付き合いたいひらがなは何ですか。はい、付き合いたいひらがな、じゃあ付き合いたい、ちょっとレイヤ君考えてくれたので、はい、じゃあ3位から第3位発表します。ふ、あー、ちょっと僕もフだったよ、イメージは。フでした。フね。なんかやっぱ付き合いたいというと、うん、なんか優しさを求めますよね。あら、イメージできた優しさはい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 、はい、フってなんかこうやっぱ家庭的というか、うん、なんかもう何に対しても、うん、いやもういいんじゃない、もうっとゆっくりふっとしようよ、落ち着きがある感じね。落ち着きがある。あとその、あ、ごめんなさいごめんなさい僕のターンじゃなかった確かに。そしてちょっと膨らみがあって、あら、ふくよかなボディーラインを感じますよね。やかましいわ。ちょっとやかましいわ。お尻が大きめなのかな。なるほどね、はい、下がピュッてやってますけど、ピュッてね、座り座ってる姿も想像できました。手つなげるしね、これ。あ、この両手あるから、いいてる、はい、手をつないでデートもできちゃうんじゃないの。あ、できちゃう。ふう、これ好きになっちゃうじゃないのって言っちゃってでもまだ3位これが。さあ、これが3位。嘘、2位ははい、それで発表します。第2位はリ。リ、これはね、リーさんはね、はい、お美しいですよ。ハラハラハラ、なんでスラーっとした佇まい、スタイルがいいね。スタイルがいい、もう。なるほどね。美脚でね、もうもう肩からもうオフショルというんでしょうかね、あの女性が。ボディラインで考えてるの、ひらがなを全部オフショルも肩さえもこう、あ、タンクトップが似合うんじゃないか、リーとかはね。相手のオフショルやと思ってんだよ、このリーの部分。リーの、なるほどね、二の腕もスッとして、だからリーと一緒に表参道とか歩きたいですよね。わかるわかるわかる、はい、絶対セットアップと、あの、似合うもん、ね、ベストとか似合うもん、ヒールも似合うの。わかる、確かにスタイルいいね。はい、リーはエグいわ。です、これに勝てないよ。これが2位です。まあモデルさんみたいな感じですよね。なるほど、はいはい、それぐらい美しい。じゃあちょっと方にしファイアル1位は教えて、1位を教えたいと思います。チャス、第1位は、う嘘やなんで。いや、もうこれはゆきこか、ちょっと今まで3位と2位の意見を踏まえた上でのうでございます。うなぜかというと、まあある程度スタイルもいいですよ。まあまあね、いいんですけども、だから、ね、ちょっとなんかこうふっくら身があるというか。まあまあまあ、ありますわ。ちょっと、はい、
もうやっぱりこうね、もう綺麗すぎるとね、女性ってあんま美しいなって思うんですけど、うん、ちょっとどこかふっくらしてる方が僕はね、ボディラインえっていいなと。なるほどね。思うタイプの嘘男の子でして、はい、リウか優勝は。しかもね、ウってやっぱね優しさも感じるんですよね。リってやっぱね綺麗ではあるんですけども、ちょっと冷たい、うん、サバサバしてる。わかるわかる、リはそうだわ。あるのかな。リはそうでした、確かに。いや、ウーも美しさもありながらも優しさもある、うん、なるほど。それを踏まえ、やっぱりまあ全部いいとこ取りをしたウーが第1位に輝きました。なるほどね、はい、何がなるほどねじゃないのよ、はい、すごい白熱したけども。そうです、いいね、こういうこと、こういうこと、こういうことですね。こういうやつなんですよ、はい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 、じゃあ僕も行きますね。はい、ちょうだいよ。ファンタジスタネーム、大阪市西区のねねさん、はい、響きがかっこいい料理名ベスト3を教えてください。はい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 、私的にはビーフストロガノフです。お1位ですね。はいはい、それでは3位ゴルゴンゾーラ。うわ強そう。強くない、これは。これすごい強そうだね。ゴルゴンゾーラですよ。いやもうだってなんかありそうだもんね、うん、技とかでも。そう、ゴルゴンゾーラみたいな。うわーみたいな、ね。そう。偶形だよね。偶形、絶対偶形、うん、でちょっと岩っぽい感じね。岩っぽい感じね。ゴルゴンゾーラは。ゴルゴンゾーラってなんだっけ、そもそも料理。あのチーズね。チーズか。ああ、ゴルゴンゾーラね。でもまだ3位なんです。これが。うん。まだまだ強いの。確かにこれが3位か。そう。相当強いぞ。2位、はい、こちらシャンディガフ。おい、いった。シャンディガフは料理ではないぞ。強そうやん。強そう、強そうね。まあね、ちょっと名前的にはね、うん、もう、まあ確かに逆だったかな。うん、全然ごめんなさい、ゴルゴンゾーラの方が強いですね。そっかそっか、私飲み物だし。そうね。じゃあ1位、はいはいはい、1位、1位こちらビーフストロガノフ。いや一緒なんかい。勝てないって。え、これに勝てなかったのよ、ビーフストロガノフに。だってめっちゃ強そうだもん、いろんな技持ってるぜこいつ。勝てる、あるよ。勝てますか、アリア君これに。あるよ。僕もね、まあ、カタカナで考えて、まあ、みんなストローネとか可愛くなっちゃうし、逆にそのピエロ系なペペロンチーノとかもなんかね、そのいろんな技持っててかっこよさそうだったんですけど、ビーフストロガノフにはね勝てないんですよ。皆さんも今ツイッターとかでめちゃくちゃ上げてください、このこれに勝てるものを。いやいや、あるよあるよ。あります。うん、じゃあちょっとレイヤ君、レイヤ君の一番強いと思う料理名まで3、2、1、カモン。厚釜の炊き込みご飯。いや日本語爆日本語。じゃあ美味しいでいこうとしてるよ。いや厚釜で炊いた、まあね、炊き込みご飯。まあね、ビーフストロガノフには勝てんか。勝てないのよ。確かにな。ねねさんがねいいの出しちゃったのよ、もう。ああ、そうか。な感じですね。ですかね。はいはいはい、料理面白かった。面白い、はい。まだまだ生まれてくるかもしれませんしね。こういう時ね、帰りの車とかで思いつくんだよな。なるほどね。もう一個。じゃあ2人で話し合って最後は。うん。そうしましょう。そうしましょう。この3枚だったらどれがいい。オーケーです。おもろい。それもおもろい。これもどれがいい。これじゃないやっぱ。はい、じゃあこちら紹介してください。 OK、 じゃあいきます。はい、ファンタジスタネームあやなさん。はい、スーパーで並んでる野菜の中で絶対俺が強いやろって自分で思ってそうな野菜ランキングトップ3。野菜自身が、ね、自身、いや、なんか周りに並んでて、いや絶対俺が一番強いやろって思ってそうな野菜。はいはいはい、どうします、これ候補を何個か挙げていって1位2位3位。ああ、それでもいいですね。か一回考えて自分の思う3位2位1位当てて。ああ、いいよいいよ。あ、候補の方がいいか、決めていきましょうか。 OK、 はい。ただいま答えを考え中です。少々お待ちください。はい、結果発表いきます。はい、スーパーで並んでる野菜の中で俺が絶対強いだろうって自分で思ってその野菜ランキング3位は長ネギ。長ネギさんですね。あげちゃいます。はいはい、ちょっとね妥協もありますけども、うんうん、長ネギは、まあ、他と違うところとかも高さでね、うん、で美味しいしね。うん、長ネギ、まあ、こう3本柱に長ネギが並んでるっていう絵もいいよね。いいです、ね。まあ、僕らが選んだランキングの中でこう並びを見ると、はい、OK。 じゃあ2位、はい、こちらかぼちゃ。かぼちゃ強い、強いね、強いね。俺強いやろと思ってるな、うん、これは、うん、クッパみたいな感じでね。クッ
ッパね、あの感じしますもんね。もう絶対ね、でっかい感じで、あそのライクッパや、一歩遅いよね。確かに、うん、じゃあ1位、はい、松茸。ああ確かにこの3人が並ぶビジュアルは強いね。その強いっていうんじゃなくて、松茸は俺が一番強いだろうって思ってそうか、ね、思ってそうか、やっぱ、うん、松茸はあるんです。やっぱそう思ってる人って強いもん。まあ強いね、うん、松茸嬉しいもんな、食べてたら。うん、確かに確かに、という感じでした。ファンタジーだな、ファンタジーだな、うん、面白い、面白いですよね。最高です。はい、続けていきたいですね。ということでファンタのトップ3は何だろうな、ファンタ番付でした。ありがとうございました。FM 大阪ビジネスクラジオファンタスティックレディオ、 FM 大阪からファンタスティックスの瀬口レイヤと中島壮太がお送りしてきました、みんなで作るラジオファンタスティックレディオ、エンディングのお時間となりました。はい、盛り上がりましたね。今回も盛り上がりましたね。いいですね。ちょっとどんどんね、面白い企画ができてきて、はいはい、まだまだあるんじゃないかと。おなんかあったら全然送ってくださいね。送ってくださいね。レア君もごめん、メールで送ってください。はい、はいはい、じゃあどしどし送りたいと思います。お願いします、はい、番組ではファンタジスタの皆さんからのメールをお待ちしております。メールが採用された方には番組オリジナルステッカーをプレゼント。そして番組にメールを送ってくださった方の中から抽選で5名の方にファンラジオリジナルマスキングテープをプレゼントします。そしてファンタスティックスからのお知らせですが、ライブステージバックトゥーザメモリーズパート3がスタートしています。はい、今週は9月15日金曜から18日月曜まで愛知県芸術劇場大ホールにて上映中です。はい、さらに稲妻ロックフェス2023への出演も決定しています。10月7日土曜日、8日日曜日、9日月曜日、祝日、滋賀県草津市烏丸半島芝生広場にて開催されるうち、ファンタスティックスは8日の日曜日に登場です。そして12月5日僕たちのデビュー日、アルバム発売でございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そしてファンクラブイベントも行いますので、皆さん詳細をぜひチェックしてください、はい、お願いします。その他メンバーここでもいろんな活動していますので、今後の予定に関して詳しくは EXILE トライブモバイルの中にあるファンタスティックスのページをチェックしてください、はい、ということで今夜はファンタスティックスでテルミーを聴きながらお別れです、うん、FM 大阪みんなで作るラジオファンタスティックレディオ、この時間のお相手はファンタスティックスのパフォーマー瀬口レイヤーとボーカル中島壮太でした。バイバイ。